めちゃすっごくおいしいもん。最近ハマってるんですか。今日の時どうすんのその飴。持ってけないよ。手で持っとく。ダメ、お店の中は。はいよ。みなさんこんにちは、カノです。はい、今日はカノさんにパパから最近ね、ちょっとね、保育園の行事で頑張ってるのでプレゼントがあるそうです。へぇ、はい、何かというと、ヒントくれないらなからへん。え、あって、え、なかったらどうすんの。うん、あの、今から言います。え、今回の企画はこのお店、 あなたの好きなものを一つだけ買ってくれるそうです。お菓子でもいいし、ジュースでもいいし、アイスでもいいし、何でもいい。何でもいいよ。折り紙でもいいし。え、折り紙ここにある。あるある。その代わり一つだけです。あの、お姉ちゃんがすごい目線で見てますけど、ママが聞いたのはカノンさんに買ってあげるって聞いてますので。お店持ってけん。だからさっきから言ってるんじゃん。じゃあどうすればいいの。どこかちょっと置く場所作って置いてきましょう。はい、今日ねすごいね、お客さんいっぱいいるのでサクッと買い物しましょう。じゃあカナさん行きます。レッツゴー。ママ、ここで折り紙買えるって。買えるよ。その代わり一つだけだからよく選んでよ。一つだけは知っとるわ。そう、折り紙買ったらおやつ買えへん。いいの。いいけど、おもちゃ買ったらおやつは買えないからね。違う、一つだけやろう。うん。え、お菓子か。おもちゃかお菓子かジュースの一つだよ。イエイ。迷っとるパパ。うん。いいですよ。だからさ、2個とか買いたいしさ、1個って言われたからさ、お歳暮のいっぱいあるしさ、迷うと。あ、人あるよ。なんか、わっ、これ今うちが使っとるやつ、これや。ねえねえ、あやち、これってさ、蓋だけ中身ないの？ねえ、教えて。粘土ケース、粘土ない。ないの。あるかって。だって、おもちゃないんだよ、これ。おかしい。おけっておってさ。ああ、引っ越せってよくねえな。しかしな、もう、こんなところで買うよりも、おかしさだって嫌で。どれが嫌だ？取るのもやらそれかけ。はい、お水入れた。ピンポーチ、ありがとう。はい、帰ってきました。はい、カノさん、ん、欲しいもの買えましたか？あーらしい。なんかね、若干お兄ちゃんとお姉ちゃんに誘導されてました。ついてきとったよ。そう、違うって、あの、うちら普通についてとったんだけど、ついてきてんじゃん。持ってない。私だ、うちら一人でさ行くときさ、迷子になるもん。まあな、お兄ちゃんお姉ちゃんが誘導してくれました。これでも喉乾くやって。喉乾く。あいつ二口食べたよ。え、うん、二口食べたよ。喋れへん男、口にします。どう食べよう。なんや、パパのとこがこんなに嫌なんや。違う違う、ママダメだよ。え、パパの僕カンちゃんにあげたの。ダメ口。おー、ああなるか、カンちゃんまで。ねえ、パパ一口も食べてないんやけど。後で動画で確認してください。すごいことになってました今。お姉様、お味はいかがですか。うん、美味しいです。うっそれ、パン。さ、パパに返、パパに返そうとしたらさ、かんちゃんに食べさせたろって言われてさ、かんちゃんに最後の一口を。嘘つけー。ほんまだよ。ほんとに最後の一口だけ渡したよ。ポンちゃんにあげてなかった。最初に一口あげて、
そう、次はや食べて、ママ食べて、私食べて、パパに返そうかと思ったらパパが言ってもらって、あやげ。あげたんかったで、残り。帰ってきました。はい。どうですか、久しぶりにお出かけしまして。リフレッシュできましたか。あのお店の中、お兄ちゃんお姉ちゃん引き連れてもうずっとぐるぐるしました。最初欲しかったものは何ですか。おもちゃだったけどなかったんです。はい、実はおもちゃコーナーなくなってました。前まであったのに。どんなおもちゃが欲しかったの。ちっちゃいさ、デカちゃんのさ、人のさ、人形とかのさ、おもちゃとか。折り紙はあるでいい。はい、で最終的にカノさんは何を買ったかというと、コフレカ。ニーニーたちはさ、こっちの方はさ多いって言っとったよ。こっちにした。しかもね、あのシスコーンとかじゃなくてイオンのものになります。コフレーク食べたかったんだよ ね、うん、お姉ちゃんお兄ちゃんが前ね、メイン企画で買ったんだよね、コーンフレークをね。前は本当はコーンフレーク欲しかったけど、あやちゃんのミルキーが欲しかって、それでミルキーと本当はこれ買おうとしても、どこのコーナーかなからんかったで、だからミルキーとうまい棒にしたの、大盛り。それで今日はもうこれにしたの。わかりました。皆さん、あの何があったかはぜひメインチャンネル見ていただけたらなと思います。どうしても欲しかったんだよね。で、しかもお姉ちゃんたちが言ったから、メーカーのシスコーンじゃなくって量が多いやつを買ったらって勧められてこれを買いました。だって言われたもん。お姉ちゃんに。うん、違う違う、ニーニーに。あっちとこっち比べた、こっちの方は30杯よりも31の方は多いって多分。あー、グラム数が30グラム多いか、20グラムか30グラム多いんだよね。こうやってね、兄弟がいると上の子の意見に引っ張られることが多々あります、うん、上の子が食べてたから私も欲しいとか、まあこれはね、下の子特有のことだとは思います。まあママたちはもっと高いものをねだられるかと思ってました。だけどコーンフレークで済んでよかったです。じゃあこれを食べて頑張って保育園行ってください。はい、最後まで見てくれてありがとう。バイバイ。バイバーイ。